自分の感覚と数字を照らし合わせて、このぐらいの力だったらこれぐらいっていうのを覚え込ませると言いますか。建物の屋根を、まあ、どういうふうに周りと関係づけるかって、跳ね上げることで、やはりその空とか岩手山とかそういうものと建物をつなげようっていうジェスチャーが、気持ちがあそこに現れてました。四季の移り変わりっていうのか、季節感がとってもある場所なんですね。新緑の世界を迎えて、いわゆるもうなんかワクワクしてくる感じ、そこからまた次に紅葉になって、また葉が落ちて雪景色が出てくるっていう。木造っていうのはこうリズムが大事なので、この林の木のリズム、それからこの柱のリズム、それから壁の大和張りも、あれリズムなんですね。そういうリズムが全部こう合わさって、でまあそれこそ時を刻むようなこうリズムが建物の中にもあればいいなというふうに思ったので、それうまくいったと思います。グリーンルームがあそこまでシンプルにするって一番難しいんですね。で照明の扱いとか、その床からの空調とかですね、そういうものを含めて、実は現代の最高の技術を使って、あのシンプルさが実現している。会社にはマイスター制度という制度ありまして、経験と部下を育成する、そういった力と、そういったものをトータルで評価しながら、3つの段階に合わせて、最後はゴールドマイスターという資格を与えて、そこには本人のプライドもありますし、いいものを作ると同時に人も育てるのが自分の仕事だということを強く自覚することになる、それが一番の意義じゃないかなというふうに思いますね。日本人がずっと長い年月かけて育ててきた匠の精神っていうのが、グランドセイコーのものづくりには生きていて、それのある種詰まったものがグランドセイコーの匠の中にあると思って、その日本人の匠を育てたのは日本の自然である。でその日本の自然の美しい中で匠の技が発揮されて、ものが生まれていくっていう、そのプロセス自身がここで感じていただけるんじゃないかなと思います。最高峰っていろいろ言い方あると思うんですけど、まあ、精度もそうですし、実用する中で一番使いやすくて最高のもの、これはグランドセイコーなんだと。